皆さんこんにちは、親子どんのすけです。今回はシーズン20スプリット1のランク分布とスプリット2の現状がやばすぎるっていうことで、実は一昨日からスプリット2が始まる予定だったんですが、いろいろバグとかだったりドタバタしてたんで、最終のエーペックスの状態や運営の声明をまとめつつ、スプリット1のランク分布の振り返りと個人的に思うことをまとめてきました。実は今朝運営から大きな声明があったんで、そちらもチェックしていきます。それではやっていきます。まずはシーズン20スプリット1スプリット1のランク分布からです。はい、ランク分布こちらになりました。どうぞ。だいぶ面白い分布してますね。細かく見ていきましょう。まずはルーキーから。ルーキー4は 25.9%、 ルーキー3は 2.7%、 ルーキー2は 2.1%、 ルーキー1は 1.7%、 合計 32.4% ってことで、一部そんなにやってない人がいたりで、ルーキー4が 25.4% って多いんですが、ルーキー全体として 32.4% となりました。それでは次、ブロンズ4 1.6%、ブロンズ3 2.8%、 ブロンズ2 2.4%、 ブロンズ1 2%、 合計 8.8% と結構少なめな割合になってます。まあ単純にブロンズまではマイナスがないのでサクサク上がるっていう意味で、ここら辺分布少ないのでしょう。はい、それでは次、シルバー4 2.4%、 シルバー3 2.3%、 シルバー2 3.1%、 シルバー1 2.6%、 合計 11.4% とブロンズよりは多くなっています。つまりここら辺からね、ちょっとねマイナスも増えてきて、初心者の方だったりで沼ったりする人もいるのではないでしょうか。それでは次、ゴールド結構多いです。ゴールド4 5.1%、 ゴールド3 5.3%、 ゴールド2 4.6%、 ゴールド1 4.1%、 合計 19.1% ということで、一気に割合大きくなりましたね。ゴールドからマイナス40とマイナスも大きくなってくるので納得でしょう。それでは次、プラチナです。プラチナ4 12.7%、 プラチナ3 6.9%、 プラチナ2 3.6%、 プラチナ1 1.9%、合計 25.1% と、ルーキーを除いたランク帯の中で一番多いです。プラチナからね、マイナス60ってめちゃめちゃ多くなるんで、ここから明らかに試合の雰囲気が変わる印象です。一気に難易度跳ね上がります。実際にこのプラチナ4 12.7% っていうのが、ルーキー4を除いた全ランク分布の中で一番多いので、みんなここで詰まっているという印象です。で、後々話す今シーズンのランクの仕様的にも明らかにプラチナから難しいので、ここら辺は要チェックなところですね。はい、それでは次、ダイヤ対ダイヤ4 2.3%、 ダイヤ3 0.3%、 ダイヤ2ダイヤ1が 0.1%、 合計 2.8% とめちゃめちゃ少ないっす。確かシーズン14とかシーズン15のマスターの割合が 2% ぐらいだったんで、そもそもダイヤまで上げることができていれば、他シーズンのマスターと遜色ないと言っても過言ではないでしょう。それでは最後、マスタープレデター対 0.25%、このデータが300万人ぐらいを対象にしてるんで、だいたい8000人とか1万人弱ぐらいでしょうか。マスターの割合だけで言うとシーズン7以前に戻った印象です。後々で今シーズンの気づいた仕様とかを感想としてまとめていこうと思っているんですが、先に言わせてください、今シーズンのランクはマジで難しいです。多分シーズン17、18、19で結構ね、いいランク帯までいけてたよっていう人がプラチナとかでね、スタックしちゃうみたいなことも結構あると思うんで、そういうのでね、自信なくさないでください。こうやってね、割合だけ見るとやたらね、マスター難しかったり、そもそもダイヤですら他シーズンでいうマスターぐらいだったりするんで、前までマスターいけてたのに今回ダイヤすらいけなかったよっていう人も気落ちせずに頑張ってください。てかそもそもなんですけど、今シーズンね、みんなランクリセットされてルーキー4からのスタートになってたんで、もうね、マスターとかダイヤまで上げられてる人がそもそもすごすぎます。実際に期間が短いのとかもあったり、ルーキー4のね分布が一番多くなってたりするんで、スプリット2からまた 1.5 ランク下がってしまうことになりますが、普通にエペックスをプレイしてる人であれば前スプよりランクが下がるっていうことはなくなるので、コンスプは余裕を持ってランクを楽しめるでしょう。実際自分もねやってて、コンスプねやたら短いなと思いました。社会人ゲーマーとか結構辛いよね。ということで次の話題です。シーズン20スプリット2について、知ってる人も多いと思いますが、一昨日の4月3日にシーズン20スプリット2の開幕が予定されていましたが、エーペックス上最悪のとんでもないね凶悪なバグによって開幕が遅れてしまっています。具体的には開幕初日にランクがリセットされないでスプリット2が開幕されていたり、本来だったら 1.5 ランク下がって始まる予定のものが、なぜか 1.5 ランクだけではなく、ルーキー4から
またねランクが始まってしまっていたり、もっともっと運の悪い人は自分の持っているスーパーレジェンドが全部削除、ランクのバッジも削除、チャレンジも削除されてしまっていたり、もうねそもそもねレベルが1に戻ってしまっていたりもしたそうです。この問題があったのでスプリット開幕 3,4 時間後にはアップデートがねあったりしたんですが、これも全く意味なし。スプリット2については一旦延期になって後日また詳細を出すよっていう公式のアナウンスがあったんですが、なんと本日早朝、ランクがちゃんとね 1.5 ランク下がった状態で急にスプリット2始まりました。これはいいのか運営さん。ということで本日4月5日よりスプリット2が開幕しました。でこれもね結構ね問題というか物議かもしてて、まず第一に運営がスプリット2いつから始まるのかっていうのを報告するよって言ってたのに何も報告せずに始まってしまったと。だいたいスプリットの切り替えとかシーズンの切り替えとかってユーザーが節目として開幕ランクだみんな頑張るぞみたいな感じで一気にねやり出すタイミングではあるんですが、それが何の告知もなく始まってしまったと。特に開幕プレデターとか目指す人はたまったもんではありません。自分今シーズン開幕ぐらいはプレデターまでなっておくかって思っていたので、ここら辺はちょっと残念なところです。でそういうね気持ち的な問題じゃなくて、まだまだ問題は山積みで、チャレンジの進行状況がリセットされていたり、プレイヤーが正しいねランクのバッジをもらえてないっていう不具合も発生してるそうです。でここら辺もねだいぶねひどい話なんですが、もっとひどい話もあって、スプリット1からスプリット2に切り替わるタイミングで正しくランクがリセットされてしまったプレイヤーも普通にいます。早めにスプリット2が始まってしまったプレイヤーもいるっていうわけですね。単純に早めにスプリット2が始まったプレイヤーたちと遅くスプリット2が始まったプレイヤーでランクを盛るのにちょっとね難易度が変わってしまったりっていう問題点もあるんですが、これによってめちゃめちゃかわいそうな不具合も起きていて、4月3日の予定されたタイミングで正しくランクの 1.5 ランクリセットが起きていたプレイヤーは正しくランクの成績が反映されません。どういうことかっていうと、例えばスプリット1でランクをマスターまで上げた人は本来であればスプリット2プラチナ2から始まりますよね。で早めに4月3日の時点でランクリセットが行われてしまうと、4月5日の延期されたスプリット2開始のタイミングだとプラチナ2のまんまになっています。恐ろしいことにこのプラチナ2が最高ランクの状態としてスプリット1が終了されたとみなされてしまう、そういうね意味のわからないバグも起きているそうです。さすがにこれはちょっとやばいっすよね。最高ランク更新した人とかプレデターを維持した人にはたまったもんじゃない話だと思います。さすがに運営の方も毎日ねデータ自体を残してると思うので、おそらく後々ね治ると思いますが、少し様子を見てみましょう。視聴者の皆さんにもこのね被害ね知らず知らずに会ってる人いると思うんで、そういう人は家の方に報告しましょう。対応されるといいですね。ということで最後に今シーズンのランクの感想だったり今の起きてる事件について個人的な所感まとめていきます。まずはランクについてですね。ランクはさっきも話したんですがめちゃめちゃ難しいシーズンになってると思います。難しいだけならまだいいんですけど、今シーズンからまたスプリット制に戻ったんで前シーズンと比べて期間も半分と、しかも全員がねルーキーにリセットされているっていう状態から始まったんで明らかに時間が足りないように感じました。ただシステム自体はめちゃめちゃいいなって思ってて、キルを拾いに行って盛るのもよし、トップ5ボーナスを狙って安定して盛るのもよしっていう感じで、いろんなレジェンドや武器が輝くシーズンだなって思って実際にマスターまでやっていてめちゃめちゃ楽しめましたね。ただ個人的にはプラチナのマイナス60とダイヤのマイナス80っていうのはめちゃめちゃ多く感じたんで、気持ち少しだけマイナスね小さくしてくれるともう少し上のランク帯増えてくるんじゃないかなと思います。期間もね 1.5 ヶ月っていうのがねちょっとね短いように感じますよね。社会人の人とかだと今シーズン頑張ってプラチナとかの人多いんじゃないでしょうか。あと割合的にはマスターの割合がねシーズン7以前に戻ったみたいな話してたんですが、体感ねシーズン7以前よりマスターに到達するまで難しいように感じました。理由はランクシステムの仕様にあります。今シーズンはダイヤはダイヤ帯で当たる、プラチナはプラチナ帯で当たるみたいな、そういう感じのシステムではなくて、プラチナ4の人はプラチナ3とかプラチナ4またはゴールド1の敵と当たりやすい、でプラチナ1の人は
ダイヤ4とかプラチナ2の敵と当たりやすいみたいな仕様になっていて、自分のランクに近い敵と当たりやすいようになってます。なんでね、ダイヤ対やって、ね、ダイヤ4とかダイヤ3とかはね結構ね盛りやすかったりするんですけど、ダイヤ2から一気にねダイヤ1とかのチーター部隊に破壊されだしたり、ダイヤ1になってくると思うね、チーターだらけのひでえ街にひたすら放り込まれ続けるっていうね、まともにゴールデンタイムじゃプレイできない感じのゲームになってしまっていたんで、そういう意味でマスターもね割合少ないんじゃないかなといった印象です。結構ねやってた人しかわかんないと思うんですが、シーズン7以前はダイヤ3からマスターまで程よく難しめで3ティア盛るみたいなシーズンだったんですが、今シーズンはマスターとかダイヤとかそこら辺目標を持ってプレイしている人にとっては、急にね目標ランク達成手前で難易度が跳ね上がるっていうね、目標ランクまで太く短く難しくなるみたいなシーズンに感じました。チーターがいなければねだいぶ話変わってくるんですけど、まあほぼほぼ上のランク帯になってくるとチーター同士で当ては合わされるんで、ひでえマッチになってること多かったです。逆に CS とかはチーターとかいないんで、楽しくマスターとかまでやれるんじゃないかな。まあでもなんかチーミングが多いとかそういう話も聞くんで、まあ、どっちにしろマスターまでやるのは結構大変そうな印象です。ダイヤとかでもめちゃめちゃ難しいシーズンでした。それでは次、エーベック史上最悪のスプリット数事件についてです。ここは個人的にね、イエドがリスポーンを擁護するっていうわけではないんですが、仕方ない部分も多いんじゃないかなって思います。前まではねワンシーズン通してのランクになっていて、久々にねスプリット制が帰ってきたっていうことで不具合が起きてしまうのも多少は仕方ないのかなと思っていたんですが、スプリット2開幕日後で発表しますよみたいなこと言っていたのに急に始めてしまうのは、さすがにユーザーに対して配慮がないんじゃないかなと思いました。もちろんね大きな企業なので細かい発表とかはしづらいっていうのはわかるんですが、そこら辺はしっかりしてほしいです。でスプリット1の時にもチート付与チートに対する声明が遅かったりとか、結構ね大きな問題が起きているのに運営側から発表が少なかったりで、個人的にさっきも話してたんですけど、シーズン20はランクのシステムがめちゃめちゃ良くなって、まあ、いろんなキャラいろんな武器が輝けるシーズンでめちゃめちゃ楽しめるんですが、ユーザーもねそういうゲームのシステム面以外で不安にさせることがちょっと多すぎて大丈夫かなっていう心配はあります。さすがに今回の騒動とかで運営マジかよって思った人も多いかもしれませんが、こういうの起きたらまあ家側もねドタバタしちゃうと思うんで仕方ないのかなといった印象です。実際ねアップデート時代はスプリット2切り替わるタイミングで今までめちゃめちゃ強かったレブナントとかコンジットとかそこら辺がちょっとね弱体化したり、弱かったキャラとか弱かった武器が強化されたりとかで、ユーザーが楽しめるようにめちゃめちゃね綺麗にねバランス整えてくれてるんですが、そういうちょっと問題対応についてはまあこれ自分たちがねApex アメリカのゲームで、まあ、自分ら日本人なんで多少ね発表とか声明が遅れてしまうのは仕方ないのかもしれませんが、ちょっとおかしいように感じます。 Apex 今までやってた人には分かるかもしれませんが、シーズン20ね本当にね運営が頑張って作ってくれてるんでちょっと不安は残りますが、いえリスポーンさんを信じてこれからも Apex 楽しんでいきましょう。ということで今回の動画は以上になります。何か共感できることがあればグッドのチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんも感想もコメント欄にぜひぜひお願いします。それでは以上、ワイフォのもすけでした。